こんにちは。整体ニコニコ専用です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日も痛みや不調でお悩みの方に改善のヒントやアイデアをお届けしたいと思います。今日はですね、ご質問をいただきまして、ご質問にお答えしようかと思ってるんですけども、うつ伏せですね。うつ伏せで寝っ転がった時に腰骨は床につく。腰骨が床につく。これはいいのか悪いのか。ということで、ご質問いただきましたので、お答えしたいと思います。で、この、質問をいただいた方は、どういう経緯で、この質問をされたのかと言いますと、うつ伏せに寝た時に腰骨と言います。腰骨っていうのはどこかというと、いろいろ腰骨ということで、人によってどこを、腰骨と言ってるか違うと思うんですけども、この方がおっしゃるのは、ここですね。ここです。ここの、ちょうど骨盤の前の、ここですね。ここは専門的には、ここにちょっと書いてあるんですけど、上前腸骨棘と言いまして、ASIS と言ったりもするんですけども、ここの部分、骨盤のちょっと前にある、この辺にある骨ですね。この骨の出っ張り。ここが、ここですね。ここが床にね、うつ伏せにこう寝っ転がった時に、床に、片方だけ、右側だけ、確かついてですね。で、左側が1センチぐらい浮くと。こっち側がついて、こっち側が、私の場合左なんですけど、こっち側が1センチぐらい床から浮いてしまうと。で、それで骨盤のこの骨、その骨のところが床につくのが、正常なのか、それがいい状態なのか、それとも悪い状態なのか、ということを、質問いただいたということになります。結構専門的な質問になってくるかと思います。ですが、やっぱり骨盤を、気にされている女性にとっては、結構ですね、そういったこと気づくと思いますので、ぜひこの機会にですね、知っていただければいいと思いますし、結局こういう骨盤の、そういう、ずれですね、歪み、そういったもので腰痛になったり、あとはですね、膝が痛くなったりってことに結構、なりますので、そういう点でも知っていただくといいかなというふうに思います。ではですね、これがいいのか悪いのかっていうお話なんですけども、これはいいも、人によってですね、体型によりますので、いいも悪いも、ないということになるんですけども、どちらかというと、ここが、うつ伏せでこうですね、寝っ転がった時に、つくつかないよりも、今の場合ですと、右だけがついてて、左側が浮いてしまっている。こちらの方が、問題ということになります。で、なぜそれが問題なのかと言いますと、右側がついて、左側が浮いてるということは、骨盤がですね、こっちが、床にうつ伏せになった時ですね、うつ伏せになった時、こっちがついて、こっちが浮くってことは、骨盤がこっちにこう、ねじれてるんですね。ねじれると、こっち側だけが当たってきて、こっち側が浮いてしまうということになりまして、この場合、つくつかない、両方つくつかない、っていうよりは、このねじれ、こっちのこの左右差ですね。左右差の方が、問題になりますので、そこを改善していくというふうにしていただくといいと思います。で、左右差がなくなった時に、それで、つくのか、つかないのか、それは人によりますし、私の場合はですね、ちょっと浮いてます。ちょっと浮いてます。で、あとはその骨盤の傾きですね、この、骨盤が寝ているのか立っているのかによっても付き方っていうのが変わってきますので、その辺も大事にはなってくるんですけども、なんていうか、両方付くよりは、この左右差ですね。左右差の方が、腰痛めたりとか、膝が痛くなったりとか、あとなんか調子崩したりとかですね。そういったところには、その左右差が、どちらかというと影響するというふうに思っておかれると、いいと思いますので、このねじれですね。これは今日このねじれが起こっているので、それを解消するエクササイズということで、今日はちょっとそれをお届けしていきたいというふうに思います。そうですね。で、これがちょっと根っこになって行うんですけど、なんでこの左右差の方が大事かというところでお話ししてなかったんですけど、左右差があるとどうしてもこの重心が、右に寄ったり、左に寄ったりしてきます。これによってですね、背骨がずれてきたり、あとこの、足にかかる体重も変わってきて、足の太さが変わってきたり。ということで、体全体の筋肉バランスとか、あとはこの背骨の、ズレとかが
起こってきて、まあ全体的に、いろんなことから、まあ負荷が腰に集まったり、膝に集まったりして痛くなってくるので、どっちかというとこの、まあ前後の歪みというよりは、まずはこの左右の歪みを整えていくということが大事になってきますので、つくつかないよりも、この、どっちかが浮いてると、どっちかの方が浮きすぎてると、こっちの方を、解消していくというふうに思っていただくといいと思います。でですね、じゃあ、どうやっていくかってことなんですが、ちょっとうつ伏せでね、寝っ転がって、仰向けで寝っ転がってやります。で先ほどのあれ、一応、このうつ伏せで寝た時にここがつくかつかないかですね。でこれぐらい柔らかいと結構つきますが、硬い床だと、私の場合ちょっと浮くという形になります。でまず仰向けになっていただいて、どちらでもいいんですけど、浮いてる方、浮いてない方、どちらでもいいんですが、できたら、浮いてない方。こっちの方は床についてた場合は、こっち浮いてない方ですね。床についてた方は足立てていただいて、こんな感じで仰向けで寝っ転がります。で、寝っ転がりましたら、この床の、ここ後ろですね。ちょっと見えないかもしれません。反対でやるとこんな感じです。こんな感じで背中に手をこう入れます。今ちょっと反対側でこっちやりますけども、こっち手入れて、こんな感じにします。で、これでね、足をね、ゆったり揺らします。で、小さくですね、足はできるだけダラーっと、足できるだけダラーっと脱力した状態でですね、手を入れて、ゆったりと揺らしていくと。ゆったりですね、気持ちよくですね。で何回か揺らしたら足を内側倒して、手をね、そこ隙間できますので、ここ手を下に移動します。で、また戻して、だらーっと脱力して、でゆったり揺らしていくと。で小さく、ゆっくりです。で、また足を内側倒して、隙間ができるので手を下に移動して、っていう感じでですね、徐々に、手をですね、下に移動していきます。これとても気持ちがいい感じしないでしょうか。ね、気持ちいいと思います。これ気持ちいいということは、まあ、筋肉とか骨が、まあ、筋肉が緩んできて、骨の関節も徐々に正しい位置に戻ってきて、で流れが血液と神経の流れが良くなってくるので気持ちよく感じるということになりますので、気持ち良ければいいほどですね、効果が出ますので、心地よくですね、ゆったりとやっていただければと思います。で、これで手を出していただいて足を伸ばしましょう。で、そうするとこっち側の足がね、伸びてくると思います。伸びてくると思います。で、伸びてくるとですね、こちら緩んでくるんで、下がってきます。ということは、うつ伏せになったときに、こうしたときに、ちょっとこの隙間のつき方が、弱くなると思います。さっきまでこうねじれてた人は、そのねじれがね、ちょっと減ってね、右側がつきすぎてたのが、それがちょっと減ってくると思います。で、次にですね、反対側です。こっち立てていただいて、だらーっと脱力をして、で、内側に倒して手を入れると。手はね、入れれるところから、肩は無理しないようにしていただいて。で、ゆったりと揺らしていくと。で、内側倒して、手を下に移動して。で、ゆったり揺らしていくと。これが気持ちいいんですね。この体を直したり、まあ、骨盤の歪みを解消するっていうのは、とても気持ちがいいですし、そんなに頑張らなくていいんですね。頑張らなくても、ちゃんと治っていきます。もちろん、これをやるっていう頑張りは必要なんですけど、こう、緊張してね、頑張るっていう、
頑張り方はしなくていいということですね。そこが結構ね、間違えやすいですから、そういったところを気をつけてやっていくと、まあ、根本的にですね、体が変わっていくということになってきます。こんな感じです。でも気持ちがいいです。で、最後手を出していただいて、今それ3回やりましたけども、もうちょっと細かくですね、4、5回に分けてやっていただいてもいいので、そこは体調によって、帰ってみてください。で、伸ばしますと。で、こっちの足もなんかスッとね、伸びた感じで、だらっとしてくると思います。それだけ骨盤周りの緊張が今ので、取れてきたと思います。で、緊張が取れるということは、その、緊張しているとどうしたら骨盤がこう引っ張られて歪んじゃうのがなくなるということですね。で、左右差があるっていうことは、骨盤の、特に今、左側がこう緊張してると、こっち左側にこうねじれてくるんですけど、そういうふうに、なりやすいので、できるだけまずは緊張を解消してあげると。で、その状態でさらに余裕があったら、まあ、骨盤の骨自体を動かすエクササイズがあるので、まあ、そういうのをやっていただけるといいかと思います。で、これで、うつ伏せで寝ると、またこれで変わってくると思うんですね。より突き方が。より気持ちよくベターっとなっていきます。で、左右差が、なくなってくるということになりますので、こんな感じでやってみて、見られるといいかと思います。これで、床でちょっと寝てみましょうか。せっかくに。だいぶついてきますね。うん。どちらもさっきちょっとここで、最初に試した時ちょっと浮いてたんですけど、それもベタッとつくようになりましたので、まあ、よりつきやすくはなってくるかと思います。なので、まずは床に、この腰骨ですね、この、セイムの時に ASIS と言うんですけど、ここが、まあ、つくつかないよりは、まずはこの左右差があることが問題なので、まずは今の足ゆったりエクササイズというのをやっていただいて、緩まして、で骨盤が、まあ、左右ちゃんとつくようにしてあげる。で、そこからさらに、それを安定化させるには骨盤の運動をやった方がいいので、ちょっと他の動画で骨盤もコロンコロンって転がすエクササイズがありますので、そういったものをやっていただくとさらにいいかと思います。ということで今日はですね、うつ伏せで、腰骨、床につくのか、つくのが、まあ、いいのか悪いのか、ということでお答えしたんですけど、これはまあ、いい悪いはなくてですね、それよりは左右でつき方が違うと。右の方がついてしまう、左の方がついてしまうというのが、ねじれになってますので、そちらの方が問題なので、そちらを解消してあげてください。ということで、本日もどうもご覧いただきありがとうございました。またこういった質問とかがありましたら、コメントメッセージいただければいいと思いますし、またこういうの知りたい人は、チャンネル登録を下のところからしておいてください。ということで、本日もどうもご覧いただきありがとうございました。